ジャニーズで性格がいいと言われているメンバーを紹介します。相葉雅紀、嵐。相葉さんはいつもニコニコしていて、周りを和ますムードメーカー的な存在であり、礼儀正しいと言われています。動物や子供に優しいイメージで、テレビ番組での共演者の方への接し方を見ても好感が持てますね。また感受性が豊かで涙もろい部分があるようで、番組内でも涙を流すシーンをよく見かけます。周りから愛され天然と言われていますが、性格の良さがそのまま出ているからなんでしょうね。プライベートでもエレベーターのドアを開けて何階ですかと聞いたり、先に降りる時に失礼しますと声をかける気遣いや優しさがあるそう。このようにプライベートでも周りのことを気遣っているからこそ、全ての言動が計算や作っているというのではなく、すでできていると言われているのでしょう。増田貴久、ニュース。ニュースといえばメンバーの様々なスキャンダルで世間を賑わせた過去があります。しかし増田さんはスキャンダルがないことでも知られています。これまで確実な熱愛の情報はなく、問題行動も一切ない増田さん。というのは増田さんは自分が芸能活動をしているということをいつも意識していて、活動に影響が出ないようにきちんと行動するように心がけているそうです。そのためジャニーズの中でも信頼度がかなり高いと言われています。またメンバーが問題行動を起こし活動自粛になると、増田さんは代役を務めて謝罪するなど、仲間意識が強く優しい性格ということがわかりますね。増田さんはメンバーの誰よりもニュースを守っていきたいという気持ちが強いのではないでしょうか。丸山隆平、関ジャニ∞。丸山さんは顔で他人に気を使っている様子が見て取れ、メンバーに対しても他人に対しても優しいところが魅力的です。言葉遣いが優しくて周りを和ませてくれたり、番組を見ていて一歩引いて周りを見回していたり、メンバーの中和的存在で面白いことを言ったりと癒されキャラですね。渋谷さんの脱退会見の際、安田さんがいなくて、その代わりに安田さんがいつもしているメガネを丸山さんがかけていたというエピソードも好感が持てますね。何事にも純粋でまっすぐ、自分に正直でもある人なのでしょうね。ヤブコウタ、平成ジャンプ。ヤブさんは平成ジャンプが若くしてデビューした分、多感な時期も最年長メンバーとしてグループを支え続けたメンバーです。ちょっと天然さんぽい部分はありますが、他のメンバーをお兄ちゃん視点で見守っているイメージがあって、これからもみんなのお兄ちゃんでいてくれると嬉しいですね。時には厳しく、時には優しく、いつもメンバーを支えているヤブさんはファンにもとても優しいですね。コンサートでヤブさんの優しさに触れファンになってしまう人も多いようです。マナーが悪い一部の人への注意も自らが話し、一つ一つ言葉を選んでいました。それもファンを思ってのことですね。菊池風磨、セクシーゾーン。菊池さんは面倒見が良いということで、後輩から兄貴として慕われているようです。中には菊池さんと仲良いジャニーズメンバーを中心に風磨会というグループが結成されているようです。その風磨会では基本誰でも参加可能で、主にジャニーズジュニアが参加しています。菊池さんを中心に一緒にご飯食べたり旅行したりとプライベートで楽しんでいるようです。またその風磨会に参加し、ジャニーズタレント同士もっと仲良くなれたというエピソードもあります。それはデビューしても後輩に気遣う菊池さんの優しさではないでしょうか。重岡大毅、ジャニーズ WEST。 メンバーからも素直かつ自分を持ちながらボケもできるセンターと見られている重岡さん、明るく笑顔いっぱいで信頼も厚いようです。ある番組で重岡さんがドラマで共演中の元関ジャニ∞の錦戸亮さんに対して、仕事も過密な中笑顔の秘訣は何かという旨を尋ねます。すると錦戸さんは目の前に笑顔の重岡さんがいるからかなという感じでさらっと答えたそう。すると重岡さんは頬をあからめて一言、泣きそうと本当に感極まったのでしょう。先輩のことを気遣い、また褒められると歓喜する、その優しさと素直さこそ重岡さんらしいですね。岸
岸優太、キング&プリンス。明るい性格で天然な岸さんは誰から見ても性格の良いこと評判です。セクシーゾーンの菊池さんとは射程関係のようで、兄弟のように仲が良く可愛がられています。菊池さんからも愛される力がすごいと言われていたり、岸を嫌いな人見たことがないと大絶賛されていて、愛され後輩力がとんでもない人物です。バラエティ番組ではおバカな性格が注目を浴びていますが、演技や歌に定評があります。岸さんは確かにテレビでお見かけする姿がどれも性格の良さがにじみ出ていますね。阿部亮平、スノーマン。阿部さんは常に笑顔を絶やさないことでも知られています。これは性格の良さがにじみ出ていると言っても過言ではありません。またコンサートでも常に笑顔を絶やさず、終盤でも笑顔をキープしている阿部さん。彼は疲れなどもファンに悟らせない徹底したプロ意識があるのです。こうした彼の誠実な姿勢もまた性格がいいと言われるゆえんなのでしょう。また阿部さんは礼儀正しく真面目な人柄なのです。そんな彼の一面は雑誌のインタビューやテレビでの受け答えからも伺えます。どんな企画でも、どんな出演者に対しても丁寧に受け答えをする阿部さん。共演者に対しても会釈を忘れない、お礼を忘れない、こうした細部から彼の礼儀正しい性格がにじみ出ています。田中樹、ストーンズ。田中さんはラジオや YouTube、コンサートでの MC などを通して性格良さがにじみ出ていると言われています。まずラジオでは田中さんはメインパーソナリティとして番組の流れを考えながら進行しています。 YouTube では全員に分け隔てなく話を振って全員に見せ場を作るように仕切っています。このようなこともあり、ストーンズの他のメンバーからとても信頼されて頼られているのが様々な媒体を通して伝わってきます。また田中さんの過去のエピソードで朝のラッシュ時に女性を痴漢から救ったというものがあるようです。痴漢行為をされている女性を目撃したとしても声をかけて注意するのは勇気のいることですよね。しかし田中さんは、おっさんさっきから何してんのって助けに入ったそう。そんな簡単にできることではないと思います。大橋和也、なにわ男子。大橋さんはなにわ男子のメンバーの高橋恭平さんからは近くにいたらみんな好きになっちゃう、西畑大吾さんからもいつも笑顔だし人当たりはいいし第一印象がいい、母性をくすぐるタイプと言われています。後輩からも心が広くて誰に対しても優しくて分け隔てなく話しかけてくれる裏表のない人と言われています。なにわ男子のメンバーからも後輩からもファンからも真面目な努力家で優しく裏表のない性格で愛されています。以上、ジャニーズで性格がいいと言われているメンバーを一部紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございます。